必ず優勝できると思います。一つでも多く勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。1年前の今日は甲子園のマウンドに立っていました。まあ、甲子園で経験したことを今ここで出しているかなと思います。3、2、1。
ードだ。サードゴロ、快中送球、セーフ、決まった。勝ちました、先輩方がチャンス作ってくれたんで、なんとか結果が出せてよかったです。選手たちは少しずつですけども成長しています。この秋からまた選手と一緒に必死になって無我夢中で野球に取り組み、来シーズンの開幕を迎えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。